コズチャンネルいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録をしてくれるとコズ先生が大喜びすると思うんでよろしくお願いします。というわけでですね、まあ、夏から秋に来ましてまだまだ暑い日が続くんですが、うん、まあ、暑い時といえばアイスクリームじゃないですかね。うん、まあ、アイスクリームに欠かせへんのはバニラやな。そうですね、バニラの粒々が美味しいんですよ。あ、最近はチョコレートなどにもなってまして、うん、結局天然のバニラ、うん、そうそうそう、バニラビーンズやな。そう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 、うん、まあ、バニラビーンズっていうのはもう非常に特殊なもんで、ああ、そうなんですか。っていうのはあの卵化の植物の、まあ、種とかさやとか使うんやけども、最近では工業品にもなっておりますよ。うん、あのまあその天然のバニラって言うてるやつの良、いものっていうのはほとんどマダガスカル産なんや。あ、そうなんですね。マダガスカル産で大体 80% 生産量の。マダガスカルといったらそのマダガスカルチョコレート。ああ、それからチョコレートの、うん、あの豆ですね。それも、うん、カカオ豆もそうやけども、それからそういうもんと一緒で、そのマダガスカル産のもんが高級品であり、昔はほとんどマダガスカル産だけやったわけや。ああ、そうなんですね。それがそこだけではちょっと賄いきれないとか、うん、いうことで、ほんでハーゲンダッツ の、 あの親会社なんかが、パップワあたりでも、まあ、気候が同じやから、っていうんで作ることをやって、まあ、やっとそれが 20% ぐらい。あ、すごいですね。作るようにはなったわけ、けども、質的にはやっぱりだいぶ落ちるんやな。なるほど。うん、バニラっていうのはなかなかあの難しいっていうか、受粉すんのに、だいたいあのハミングバードっていう現地マダガスカルでは小さい蜂みたいな鳥、知ってる？いや、ちょっと知らないですね。空中であのホバリングできるような、あの小さい鳥がおんねん。ほうほうほう。それがあの受粉すんねんな。ほうほう。まあ、日本でいうところは蜂ですよ、要は。うん、うん、だけどもあのそれのおらんとこでは結局おらんとことかそういうのが少なくなってきてるのもあって、結局人の手で受粉ささないかもしれない。だから他の国では成長しづらいと。うん、うん、ことですね。だからそれだけ手間がかかる。でしかもその取った種とかさやとか、これなんかを乾かしていっぺん蒸して、で発酵させてまた乾かしてまた蒸してっていうのを作業を繰り返すと香りが出てくるんだよな。最初は全然ああいう香りないらしいよ。あ、そうなのね。うん。だからそういうなんで、うん、あの作ってからその植物ができてからもかなり手間がかかるんで、うん、それもその価格の 高い原因だよな。なるほど。だから人件費が上がれば上がるほどそういうもんが、あのコストとして高くなるわな。なりますな。うん、なるほど。だからちょっと他の国ではやりづらいってのはあるかもしれないね。そうですな。直下でないと、うん、できひんらしいよ。あ、なるほど。じゃあ日本じゃ無理ってことですね。うん、絶対無理っていうことやな。ほんで、まあ、だからそれやったらちょっとでもね、あんま安い値段で買うのはかわいそうですな。うん、ほんでそやから生産量も、まあ、8000トンぐらいしか取れへんわけです、ね。あ、そのパプアニューギニアのね、うんうんうん、それからもともとはそやからあの高いもんであって、ああいうその嗜好品の中ではサフランが一番高いんやけども、それについて高い。それから銀の値段と大体一緒ぐらいとかじゃあ大航海時代ではすごい値段ついてたそうですね。うん、ほんで特に今はほんで需要が大きいやん。ケーキに入れたり、そうそう、アイスクリーム入れたりね、うん、それから余計やのと、それから2015年に大体まあ90ドルぐらいしてたわけや。90ドル、あの 1キロ、1キロ1キロな、それが 今や600ドルとか、500ドル600ドル辺をゴロゴロしてるわけや、はい、上がってますね。うん、ものすごい上がるようやな、ね、5倍、500% ですね。うん、5倍以上っていうことやな、ね、うん、それの一つ原因は、ね、一番はその自分にサイクロンが、台風ですね、向こうの台風やな、日本でいう台風やな、ね、それが2年続きで襲ってきて、あ、それはひどいですね。それで凶作になったんと、ね、バニラビーンズっていうのは、ね、生産までに 4,5 年かかるわけや。あ、そんなかかるんですね。取れるのにな。ほうほう。そやからその回復するのにも時間がかかるわけやな、その被害に遭ってからの、ええ、そこへそのインターネットが普及してきたやろ。インターネット、はい、うん、ホスト、まあ、現地で、ええ、今まではアマゾンでも加入導入したんですか。うん、今まではあのやっぱりあのなんていうの、かなりひどい買い方をしてたわけやな。ほうほう。で価値が分かってないってことですか、うん、じゃあだから現地人は、うん、そやけどそれでまああのやれんやから、ええ、ええんやけども、ええ、インターネットなんかでなんかあの実際に自分らの作ったもんがいくらで売られてるっていうのが分かるようになったら、分かるようになったら、もっと値上げしてくれ値上げしてくれという要求が激しいんやな。なるほど。うん、だからそれはしゃあないわな。でも正しい情報を知るっていうのは大切ですね。うん、でこの頃は特にあの、ええ、
カカオでもそうやけども、倫理的調達要はフェアテロトレードとか言うやつですね。そうそう、フェアテロトレード、フェアトレード、ね、フェアトレードな、これがあの世界的に問題になってるわけ。そのいろんなね、飲食店にもフェアトレードの商品ですって書いてますね。ああそうそうそう、それでこそその正当な取引っていうことやからな。それやったら値段が上がるのも仕方ないかもしれないですね。うん、当然なわけで、それはしゃあないな。そうそうそう、だから最近ね、昔やったバニラで100円かにちょっと安いイメージなんやけど、最近のコンビニライス見てたら150円がちょっと高めになってるんですよ。そうそう、ほんでハーゲンダッツ自体が、あの全体にだいぶ値上げしてるみたいやしね。そうですね、だからそれはしょうがない。で値上げしてなくてもね、例えば100円の商品でもちょっと量を少なくするというステルス値上げっていうのも問題になってるんです。そうだからあの入ってる香りのあれがちょっとちょっと減るとかね、減るとかね、そういう感じだね。だからまあまあ高いというのは少量で、あの効果があるから余計高いということやわな。それはあの取れてる量から言ってそんだけで全世界賄うてんやからな。となるとね、今後ね、その、パプアニューギニアに頑張り期待したところですな。それからあのウガンダとかね、似たようなとこでもやろうとして、実際に、まあ、ウガンダなんか やって、でいざその計画したような業者がね、あの買い付けに行ったらね、もう中国人が現金持って買いに来て、中国すごい中国すごいですね。みんなあのカストラルトとかいうと結局力をもう入れんようになったわけやな。あ、なるほど。でやっぱりその生活保障したるっていうような感じでは、あのね、国が関わったら強いですわね。そうだからやっぱり、まあ、マダガスカルと、そのパプアとに頑張ってもらわないかもしれない。そうですね、頑張ってほしいですね。まあ、このように、まあ、インターネットっていうのはすごい情報を知ることができるすごいもんですが、ね、あのカカオも結局インターネットで、あのフェアトレードっていうのが言われるようになったわけやからね、やっぱり、だからそういう意味で言うたらね、僕はあの中国なんかはものすごい経済格差があるやん。ありますね。ほんでその経済格差の最末端の例えばチベットとかに近いところとかトルクスタンみたいなとこ、あの辺なんかもう極端に低いあの収入やけども、ああいうのはあのそうインターネット使用にもその道具買うような金もないっていうとこやからやけども、もうちょっとインターネットが普及してきたらね、その辺なんかもそのあの暴動が起きるぐらいのことになるの違う？多分ですね、中国のことやから、そうなったらその情報だけ統制すると思います。あ、情報の方な。実はですね、中国では64という言葉と天安門って言葉を打ち込んだだけで、バンされるみたいです。ああ、なるほどな。だからやっぱ政府もね、やっぱインターネットの恐ろしさを知ってると思います。それはもちろん一番知ってるのがあの政府やな。特にね、独裁性の強いところは、例えばエジプトではインターネット全部一回止めたって話もあるぐらいです。ただまあ止めてもそこの国からの情報はな、あのシャットアウトされるけど、今はまあ世界からの情報が取れる時代やから、アナログで入ってきますからね。だからな、まああのやっぱり復旧すればそれだけのことは影響はあるってことですな。影響はあるでしょうな。まあこのようにですね、バニラという食べ物はとても美味しい食べ物ですけども、まあこういうね、困ってる人もいっぱいいるわけなんですよ。しかしながらインターネットで正しい情報が入ることによって、それ正しい取引ができ、値段が高くなるかもしれんけど、この人の生活を潤うと、実は素晴らしいことだと思います。まあ僕らバニラは好きなんで、少々高くなっても食べようと思いますが、皆様いかが思われますか？まあちょっとしか使わへんから、みんなが裕福になる世界を望んでおります。見てくれてありがとうございました。バイバイ。ありがとう。